って、M4 ですよ。どんなもんないんじゃいと。で、このリメッシュすると、こうやってやった時にガタガタが少ないの分かりますか？ここの。いきます。おりゃ。ほら。一瞬。いい感じ。こんにちは、アミティ先生です。はい、ということでですね、今日は新型 iPad Pro と新型 iPad Air、こちらをですね、開封レビューしていきたいなと思います。iPad Pro が出るのはもう2年ぶり。もうめちゃくちゃ興奮する。見てください、この美しい佇まいを。はい、こちらはですね、Apple Pencil Pro と、あと、マジックキーボードとかいろいろあるんですけど、これもね、今日はちょっと開封しながらやっていきたいなと思います。で、皆さんちょっとお気づきかもしれないんですけれども、iPad Mate Studio が、工事が、完了いたしまして、こんな感じのスタジオから今日はちょっとお届けしたいなと思っております。ちょうどね、昨日工事が終わったとこなんですよ。で、昨日私、日本に帰ってきまして、アップルイベントからね。はい、もうバッタバタでですね、ちょっともう時差ボケとかしてる場合じゃないって感じだったんですけれども、はい、無事に完成いたしましてですね、今日はここからお届けしていきます。後ろね、巨大モニター。めっちゃでかいんですよ、このモニターが。で、ここでね、iPad の画面とか映し出して、スクールの授業をしようかなと思ってるんですけど、まあ多分ね、今後 YouTube を撮るのもここになるのかなと思いますので、ちょっとどういう感じで撮っていくのか、楽しみにしといてもらえたら嬉しいなと思います。はい。ということでね、早速、開けていきたいと思います。じゃあ、どこから開けましょうか。やっぱり iPad Pro だよね。いやもうめちゃくちゃ興奮したんですよ、本当に。いきますよ。たーん。おぉ。いや、今回ですね、有機EL ですよ。画面がめちゃくちゃ綺麗で、ここにちょっと浮き出してきてるような感覚さえ。おぉ。おぉ。あ、はい。こんな感じです。シルバーですね。シルバーをお借りしております。これがね、1個前の M2 ですね。2023年のモデルだと思うんですけど、今回軽くなったんですよね。うん。軽くなってる。全然違うとまでは言えないけど、でも明らかに重さの違いを、これは感じますね。で、今回ね、iPad Pro が OLED ディスプレイ、有機EL になったんですけど、その中でも2種類あって、OLED ディスプレイと、もう一つですね、ナノテクスチャーっていう、その画面にちょっとフィルムみたいなのを貼って、こう反射防止ですね。ちょっと反射防止になるようなオプションもあって、これは 1TB 以上の iPad Pro を買った人は、ナノテクスチャーを選べるっていう仕様になってるんですね。で、これね、多分ナノテクスチャーですね。ちょっとだけ、黒のところが少しアンチグレアみたいな色をしてるんですね。こう反射が少ない、こことかね、太陽光めちゃくちゃ入るから、その時にもこう反射が少ないっていうのがナノテクスチャーになります。で、ナノテクスチャーがいいかと私も思っていたんですけれども、ちょっと落とし穴があって、Apple Pencil 使ってる人はペーパーライクみたいなのを貼る人多いじゃないですか。で、私もね、ペーパーライク貼ってるんですけど、ナノテクスチャーディスプレイにペーパーライクを貼るのっておすすめされてないんですって。だからペーパーライクを貼る人は、ナノテクスチャーじゃなくて普通の OLED ディスプレイですねにした方がいいと思います。なので私も OLED ディスプレイの普通の方を買うと思います。はい、続きましてマジックキーボードです。こちらもですね、軽くなったらしいですね。現場で持ったんですけど、やっぱりこれもね、軽かったです。マジックキーボードってさ、めちゃくちゃ重くて、本体の iPad よりも重いって話題になったんですよ、一時期。はい、来ました。あ、じゃ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 ーん。あ、いい。あ、違う、なんか薄い、薄さは一緒なのか、薄さは一緒なんですけど、いや断然軽いですね。さっきの iPad を2つ比べた時よりも全然違いがわかる。あ、これだったら持ち運べる。もうこれね、持ち運ぶのちょっときつかったんですよ。で、ここのね、面も変わったらしいです。金属っぽい感じになって、トラックパッドも少し大きくなったのかな。なんかやっぱ触り心地もこっちの方が私は好きかな。あとファンクションキーがつきましたね。ここ、これ助かる。 Mac
Mac も使うからさ、 Mac ユーザーの私にとってもかなり使いやすいかなと思いますね。ただね、これ高いんですよいくら5万5千円とかそれぐらいしますよね。これはなかなかハードル高いんじゃないでしょうか。キーボード使うユーザーは、検討してもいいかなと思います。私みたいに Apple Pencil が重きの人はちょっと考えてもいいかもしれないですね。 iPad Air と Apple Pencil はまた別で動画撮ります。ちょっと今日はですね、あのプロの凄さ、 M4 ってどんな感じなのっていうの気になってると思うので、どんなもんないんじゃいということだと思うので、ちょっとね、いろいろ紹介していきたいと思います。はい、じゃあこちらがですね、昔の、 あの iPad Pro ですね。でこっちが新しい、M4 の iPad なんですけれども、画面がナノテクスチャーですね。でこっちは上に保護フィルムを貼っておりますね。ちょっと剥がしてみますよ、これね。あー、もったいないけどさ、みんなのためによいしょ、じゃーん。はい、こんな感じですね。どうでしょう、ナノテクスチャーの方が、あ、でもなんかナノテクスチャーの方がやっぱちょっと黒いところがやっぱちょっと薄いかな。ちょっと色味も違うような気が私はしますね。でも明るさが全然やっぱりこの OLED ディスプレイ、ナノテクスチャーの方が明るいですね。前のやつはちょっと暗く感じる。 OLED ディスプレイだとこの輝度がめちゃくちゃ高い、マックスの明るさにした時の明るさレベルが全然違うなと感じます。で、これ今ノマドスカルプっていう 3D モデリングのアプリを開いています。これね、すごい面白くて、こうやって伸ばしたりねしたらすごい気持ち悪いことになってですね、子供とかね、めちゃくちゃこれ喜んでくれるんですけど、これをレンダリングっていうかですね、メッシュ作業っていうのをするんですよね。 3D ってこうメッシュがいっぱい詰まって、まあ、この表面を作っていたりするんですけど、このメッシュをですね、細かくすればするほど負荷がかかるんですよ。ちょっと見ておいてくださいね。これメッシュの数が、これ粗いね、これメッシュ、こうやってやるとメッシュの数がどんどん細かくなっていくんですよ。このボクセルっていうとこをしてるんですけど、メッシュが粗い、メッシュが細かいでございますね。でこれ今どういう状況かっていうと、メッシュがとても粗い状況なんですよね。128、この状態でちょっとスタンプっていう機能を使います。ロゴをね、こんな感じでロゴのスタンプみたいなのを押せるんですけど、わかります？こうジャギーな感じになってるの、こう表面もガタガタしてますね。でこれがちょっとメッシュが粗い状態ですね。でガタガタをなくしたかったらメッシュを細かくしなきゃいけないんですけど、その時にこのボクセルっていうところを長押しするんですね。今どっちとも、128とかで、これをさ、めちゃくちゃ細かくするんですよ。2000とかやばいかな、ちょっと2000ぐらいいってみましょうか、せっかくなんでね。だいたいね、いつもは500とかで全然いいんですけど、 M4 の凄さを見てもらいたいので、2200と2200だいたい合わせて、でこっからリメッシュっていうのをしたら、こうガーって細かくなってきます。いきますよ、いっせーので、おりゃ、はい、来ました、バロメーター動いてます。あ、スピードが変わってきました。こっちが先に 80% 到達。おお、いいぞいいぞ、 M4 いいぞ。この作業がね、めちゃくちゃ負荷かかるんですよ、本当に。あ、 99% ゴールリメッシュしました。まだ時間かかってます。はい、こっちも完成しました。だいたいですね、30秒ぐらい差があった。でこのリメッシュすると、こうやってやった時に分かりますかね、さっきよりもほらガタガタが少ないの分かりますか。ここのさっきここのエッジのとことかめちゃくちゃガタガタしてたんですけど、このリメッシュをすると、わー、すごいすごい、あ、すごいリメッシュするとこのガタガタがね、より細かくなっていくので、こんな感じで綺麗にロゴを配置できます。今30秒ぐらいの差でしょ。かぼちゃってすごい1個の個体なんですよ。めちゃくちゃシンプルなんですけど、例えばここが恐竜の 3D を作りましょうってなったら、もう1個丸をつけて、こっちに四角つけて、こっちに足、四角、丸とか、いっぱいのシェイプをですね、重ねて重ねて重ねて 3D を作っていくんですけど、要はオブジェクトが増えれば増えるほどですね、負荷が重くなってくるし、メッシュするのもですね、作業かかってくるので、これで30秒の差があるってことはですね、でっかいオブジェクトを作ったらもっとの違いが出てくると思います。じ
ゃあ次ファイナルカットプロでちょっと見ていきたいんですけど、ファイナルカットプロに動画の背景を切り抜くっていう設定があってですね、もともとこの映像だったんですけど、こんな感じで、簡単に切り抜くことができるんですね。でこれはApple の AI が被写体を検知してですね、背景だけ切り抜くっていうのをできるんですけれども、この AI で、処理をするときにですね、やっぱりすごく負荷がかかると。なので M4 を取り入れて、その処理スピードをですね、どん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 速くしていこうと。ちょっとこれね、お見せしたいなと思います。よいしょ、こんな感じで読み込んで、ここのホイールを使うとですね、こんな感じでタイムラインを調整できたりとか、これの使い方はですね、詳しくは前に動画出してますので、よかったら見てみてください。で背景切り抜くときはですね、ここを押してエフェクトを押して、でこの中にですね、マスクとキーイングっていうカテゴリー、シーン除去マスクっていうのがあるんですよ。でこれをもう長押しして、この中に行きます。おりゃ、ほら一瞬、わかります？すごくないですか？これで一瞬でめちゃくちゃ綺麗に切り抜かれてると思いませんか？背景乗っけていきましょうか。これをキュッとここにね、でキュッと下に持っていくと、そうすると、あ、すごいすごい、めっちゃ綺麗に切り抜かれてる。これをですね、サイズをちょっと調整、あ、いいじゃないですか。なんかちょっとイントロお姉さん、イントロのお姉さんで、テキストつけていきましょうか。テキスト、じゃあこれを上に、はい、来ました。はい、そうするとこんな感じ。位置をじゃあこの辺にしましょう。これでどうでしょう？お、わかります？すごいいい感じ。はい、こんな感じです。この辺のスピードですね、もう一瞬で切り抜けたと思うんですけど、その辺のスピードはやっぱり M4 とか M2 とかでも結構早いと思うけど、やっぱ M4 の方が早いっていう風に発表会で言ってました。でまあこんな感じで 3D モデリングと、あと AI のクリエイティブ編集っていうところにめっちゃフォーカスが当たって紹介されてたんですけど、3D モデリングで紹介されてたのがスケッチアップ、あとはシェイパー 3D、 これ結構 CAD 系の 3D モデリングかな、ユニフォームってやつと Z ブラシ、この2つはまだ出てないアプリなんですって。でデモ機があって見たんですけど、なんかすごかった。ノマドスカルプっていうアプリがあるんですけど、多分それよりもすごいのかな。レンダリングした後のものがリアルすぎて、写真なのか 3D モデリングで作ったものなのかが見分けがつかないぐらい、すごい優れた 3D モデリングのアプリなんだと思うんですけど、この辺がね多分出てくるので、今のうちからね 3D モデリング勉強しててもいいんじゃないかなというふうに思いました。で、AI クリエイティブの今見せた Final Cut Pro 以外に、Logic Pro 2っていうのが出たんですけど、この Logic Pro は、まあ、音楽を作るアプリですね。こうセッションして、いろんなね楽器がセッションして、ボーカルがいてっていうのを、それを AI にかけると、完全にもう声とギターとベースとドラムとみたいなのが完全に分かれて抽出されるんですよ。これね見せてもらったんですけど、すごかったですよ。もう完全にボーカルがアカペラで歌ってるかのように、そこの声だけが抽出されると。まあ音楽できる人はですね、ぜひそちらも見てみてください。私はちょっとわからないんですけど、とりあえずすごいんだっていうことはわかったはい、そんな感じでですね、以上 iPad Pro の紹介でした。いかがだったでしょうか？でまあね、懸念点は多分皆さん値段だと思うんですよ高すぎますね。私でも高いと思う、さすがに。まあそこをね、買うのかっていうところですよね。まあ 3D やる人は買ってもいいと思いますね。あと動画編集とか、その AI とかのを見越して、今後すごい AI の技術が多分 Apple 取り入れてくると思うんですよ。その辺を、まあ、見越して買うのもありなのかなというふうに思います。あと Apple Pencil Pro ね、今日ちょっと紹介しなかったんですけど、これが使えるのは iPad Pro。新しいやつ、もしくはこっちの、Air の方ですね。新しいこの2つのモデルしか Apple Pencil Pro が使えないので、まあどっちか買うんだったらプロだよねみたいな、これとこれだよねみたいな選択肢になってくるのかなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで以上にしたいと思います。次はこの Apple Pencil Pro 紹介いたしますので、お楽しみに。バイバーイ。ちょっと最後にですね、スタジオの様子を紹介したいなと思います。はい、こんな感じ。めちゃくちゃ良くないですか？
どう？もう私も完成した時めちゃくちゃびっくりしてめちゃくちゃ感動したんですけど、お気に入りポイントはですね、まずこの机、トチの木で結構高かったんですけれども、はい、ここはね、すごく重要なので奮発しました。あとは、このモニターですね、めちゃでかい、めちゃくちゃでかい、想像以上でございましたけれども、はい、こんな感じでね、iPad をここに移して授業をするって感じで、もう発光がすごい、色がパキって出ます。で、このモニターに映し出す画面ですよね、ここ。アミティ先生コーナーで、ここにカメラを置くんですけど、こうやってやって、こう手元を映しながらやって、それがここに映るっていう感じですね。これも特注でございます。で、こっちはですね、ちょっと今ごちゃごちゃになっているんですけれども、ガジェットコーナーですね。このガジェットカメラとかいろいろ置いたりとか、まあ作業ができるスペースになるかなと思います。どうですか？で、説明会がですね、5月もあります。どういうふうに授業するかとかカリキュラムとかいろいろ説明するんですけど、それが5月の14、21、あとは25日かなの3日間あります。授業自体は5月の20日からスタートするんですけど、まあ、ちょっと遅れてもね全然大丈夫ですので、キッズ来てください。まだ空いてますので、これ見てる小学生の方、ぜひ。大人コースはですね、もう東京はちょっと満席になってしまいました。もう本当にありがとうございますって感じなんですけれども、まあキャンセル待ちだったりとか、あと来期ですね、次の期に入りたい人も説明会見てもらうこと可能ですので、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。あと京都校は大人もキッズもまだ空いてますので、ウェブサイトの方から説明会参加っていうボタンがあるので、そこ見てもらえるといいかなと思います。はい、ということで、最後にちょっとスタジオの紹介でございました。バイバーイ。